日本近畿地方大阪府大阪市中央区、何和区日本橋日本橋は、大阪府大阪市中央区、何和区の町名及び、周辺の地域名称、または、道頓堀川に架かる、堺筋の橋。現行行政地名は、日本橋1丁目から日本橋5丁目、日本橋1丁目及び、日本橋2丁目が中央区、日本橋3丁目から日本橋5丁目が、 何枠に属する、橋梁の日本橋南詰めから南へ、境筋沿いに伸びる、南北約1.6キロメートルの細長い町で、北から順に1から2丁目が中央区、3から5丁目が何枠となる。境筋東側の南端は恵比寿交差点、道西側の南端は恵比寿入り寺交差点。何枠側は、日本橋東と日本橋西が東西に隣接する。 日本橋一交差点中央区日本橋一丁目は日本一と通称される。堺筋と千日前通りが交差する。日本橋一交差点付近には日本一にあやかりたい建物や看板がある。交差点付近にあった住友銀行日本一支店は三井住友銀行となった後、2004年10月15日に南橋支店に統合、ATM の設置されている。 三菱 UFJ 銀行日本一支店は店名に日本一が残るものの2011年1月17日に移転してブランチインブランチとなり2020年現在南場スカイオ内にある江戸時代には奇襲街道の一部区間である堺筋に面して旗小屋、木賃宿が立ち並び長町と呼ばれていた1792年に 長町1の9丁目のうち現在の中央区側に、当たる長町1の5丁目が、日本橋1の5丁目に解消され、長町は、現在の何枠側に当たる6から9丁目のみとなった。1872年に、日本橋1の5丁目と長町6の9丁目が、日本橋筋1の5丁目に改変され、1879年より、全域南区に属した。しかし、 1943年に旧長町6の9丁目にあたる日本橋筋3の5丁目が何枠へ転属となった。1980年に何枠日本橋筋3の5丁目が日本橋東の西半と東関谷町を編入した上で日本橋3の5丁目に改消。1989年には南区日本橋筋1の2丁目が 高津町3.78.9、十番町と三倉跡町を編入した上で、日本橋一の二丁目に改称され、同時に南区と東区の合区により、中央区へ転属となった。江戸時代から長町六の九丁目の東西に、隣接する東成郡天王寺村や西成郡、南波村、今宮村の各一部にあたる長町裏には、貧民街が形成されていたが、 1903年の第5回内国官業博覧会の開催に合わせて一掃され、堺筋に面した不良木賃宿の多くも鎌ヶ崎へ移転した。以降は古書店街に姿を変えたが、第二次世界大戦後には東京の秋葉原、名古屋の大須と並ぶ電気街となり、東の秋葉、西のポン橋とも称される。なお、電気街については電電タウンを参照のこと。ただし、 電気街となっているのはおおむね何は区側である。境界となるのが南山通りで、日本橋三交差点伊東は、ミクラート通りと呼ばれる。中央区側では、道頓堀、千日前に隣接する、堺筋聖が半ば陥落街化しているほか、堺筋移動には、国立文楽劇場、かつての高津町級、十番町界隈には、大阪の台所と称される。 黒門市場、三倉跡通り付近には、履物と宮街があり、電気街以外の表情も見せる。2009年からは、日本橋プロジェクトという地域振興が行われており、伊藤の維持が、デザイン、作画を務めるおとちゃんが、イメージキャラクターとなっている。ひかりちゃんという妹もいる。2019年3月31日現在の世帯数と人口は、以下の通りである。 国勢調査による人口の推移、中央区何区国勢調査による世帯数の推移、中央区何区高速道路主要地方道、大阪式バスなお、日本橋1丁目停留所を経由していた105号系統と、黒門市場、日本橋3丁目、日本橋電気街の各停留所を経由していた赤バスの何枠東ループは廃止になった。日本橋1619年に、 江戸幕府によってかけられた。長さ約40メートル、幅約7メートルの木造橋で、江戸の日本橋と同じく講義橋であった。1877年に鉄橋になり、1901年と1912年に架け替えられた。現在の橋は1969年架橋で、長さ28.8メートル、幅28メートル。橋の西側は道頓堀川の遊歩道。 トンボリリバーウォークと接続している大阪府大阪市中央区の町邸、アザ一覧人口統計ラボ2019年10月4日閲覧 AB 住民基本台帳人口外国人人口大阪市2019年10月4日閲覧 AB 中央区日本橋の郵便番号日本郵便2019年8月15日閲覧 AB 何枠日本橋の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。地元住民はしばしば日本橋とも発音する。店名などの読みが日本橋と表記されることもある。南橋支店、南場駅前支店、日本一支店の3店舗が同居。 1745年8月初演の夏祭りなにわ間7段目の段名が長町裏となっている日本橋プロジェクトより ABCD 平成7年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長あざと総務省統計局2019年8月16日閲覧 ABCD 平成12年国勢調査の調査結果引く 男女別人口及び世帯数町長,長、アザと総務省統計局。2019年8月16日閲覧。ABCD、平成17年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長、アザと総務省統計局。2019年8月16日閲覧。ABCD、平成22年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。ABCD、平成27年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。郵便番号も2018年度版。日本郵便。 2019年6月10日閲覧、ありがとうございます。